どうも、ナオチンでーす。100英雄伝やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は便利な小技4選やっていきたいと思います。この小技、結構使えますので、ぜひ覚えておいてください。それでは、まず1つ目からいきましょう。拠点の地下に英雄の試練場というものがあります。ここのエンドレスモードっていうのがありますよね。これはその名のごとく、エンドレスです。戻ってくると、また1からスタートになってしまいますので、ずっと続けて戦うことが必要になります。で、ずっと続けていくと、アイテムがいっぱいになるんですよね。70個しか持てないので、アイテムが途中でいっぱいいっぱいになると思います。ここで小技なんですけども、入るときに、パーティーにね、ネルを入れておいてください。パーティーに、ネル。魔導カバンの最大容量がアップするキャラクターなんですけども、70個しか持てないのが、90個持てるようになります。これ途中でね、キャラクターを変えながら行くんですけども、ネルを交換しても OK です。入るときにネルをつけとけば、カバンの最大値が90になってますので、無駄になりません。まず入るときは、ネルをつけて入ってください。カバンの中身を見てください。90分の90、プラス20になったままですよね。90持ってます。でも、サポートキャラは、ネルではありません。マーサになってますよね。最初のところでネルからマーサに変えてます。この最初にネルを入れていくっていうのが重要ですね。必ず入れるようにしてください。総量プラス20はかなりでかいので、ぜひやってください。それでは、二つ目。それでは、二つ目ですね。このゲーム、ランダムエンカウントで、歩いてると敵と遭遇しますよね。でも、どうしても遭遇したくない時とかってあるじゃないですか。その時に、この小技が使えます。今それやってるんですけども、敵と全く出会いませんよね。やり方が装備ですね。装備に、モンスター避けのお守りっていうのがあります。これ、普通に売ってます。うん。まあ、2万円とちょっと高めなんですけども、普通に売ってる。まあ、宝箱から入手することもできますけどね。これを2つ装備してください。今、ガルーとレイナに装備してるんですけども、これを2つ装備してください。そうすると、エンカウント率が0になります。1つ装備すると、エンカウント率半分なんですけども、2つで0です。これはね、2周目とか、かなり使える小技だと思いますので、ぜひ使ってください。探索がものすごく楽になりますよ。それでは3つ目です。このゲームの目的として、自分の拠点を大きくするっていうのがありますよね。でも大きくするには、お金が大量に必要になるんですよ。で、なかなかお金がたまらない。素材を売ったりして、なかなかめんどくさいんですよ。で、そこで簡単な方法があります。それが、放置です。ゲームを放置しましょう。まあ、放置時間は長ければ長いほどいいんですけども、まあ、寝てる間とか、仕事とか学校に行ってる間とか、その間、ゲームをつけっぱなしにしておいてください。そうして戻ってきて、拠点に戻りますと、お金が溜まってます。素材も溜まってます。特にね、捜索隊とか出してると、貴重なアイテムとかもどんどん溜まりますので、まあ、時間があったらば、若干放置してみるっていうのもいいと思いますよ。うん。拠点を大きくするのに、すごく便利なので、ぜひ使ってみてください。本体の設定で何もしないなら消えるってやつをオフにしておいてください。もしくは、コントローラーの上とか横を、爪楊枝とか、あと輪ゴムとかで固定して、こう動かしておけば、まあ、消えることはないでしょう。それでは、ラスト4つ目ですね。このゲーム、お金が結構必要ですよね。防具を買ったり、武器のレベルを上げたり、道具を買ったり、あと宿屋に泊まるのも結構お金かかりますよね。でも、お金ってたまらないんですよ、なかなか。特に序盤の頃って。うん。そこでね、一つ小技があるんですけども、まず、これを準備してください。まあ、なくてもいいです。あればいいってやつ。モンスター寄せのお香ですね。
道具屋さんで売ってますし、宝箱から入手することもできます。これを装備してください。まあ、なければないでいいです。で、連射コントローラーが必要です。連射コントローラーを準備しましょう。で、コントローラーの左レバーを左上で、右レバーを右下に、固定してください。爪楊枝とか、あと輪ゴムとかを使えば固定できると思います。そうするとこういう動きになります。その場をぐるぐる回る動きになるんですけども、これをしたまんま、決定ボタン連射です。そうすると、その場をぐるぐる回りながら敵を勝手に倒してくれます。まあ結構地味なんですけどね。でもこれを2時間とか3時間放置すると結構なお金が貯まってますので、序盤から中盤、まあ終盤でもね、かなり、役に立つと思います。まあ時間があったら、まあ、2、3時間放置してみるのもいいと思いますよ。はい、ということで今日は便利な小技4選やっていきました。これ覚えてると意外と使えますので、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。